どうもブス島です。マーシャルエイジ実況プレイ早速やっていきたいと思います。前回ね、職員室でこうツンデレ教師をおちょくってですね、教室に戻ってまいりました。もうで教室に入ってこう3人ね、いきなりおにゃの子がいまして、もうブス島ルンルンでこうやってまいりました。もう楽しったありゃしない。もうじゃあ早速行きましょうかね。調べてみましょう。いきなり調べるというね。もう教室か、ほう、なんか結構普通の教室だな周りね。今教室にいるのは 2,3 人の女性とだけだ。まあもうすげえ、しかも3人とも可愛いな。いいな、楽しすぎるぞこれ。女生徒たちとね。いや君たち、ここのクラスの子だよね。まこんなもんかな。ふん、まあまあじゃん。そう、いい線いってると思うけど。うわ、女怖え。これはまあまあだよ。こいつはほんと、この野郎。まあとりあえずしてやるから、もうあのリスト入れときましょう。これもね、はい、名前知らないけど。そうだよ、ちょっといい点つけすぎじゃない。こいつら人の話題で勝手に盛り上がりやがって、本人を無視するんじゃねえと。いや全くその通りですね。もう話してやる。あのさ、元卓球部の荒木って子がどこにいるか知らないかな。え、何の子が目当てなの。もう目をつけてんの。男ってこれだから嫌なのよね。おい、てめえはいい加減にしろよと。いやそうじゃないけど、ちょっと話がしたいなと思ってさ。どこがそうじゃないのよ、結局は同じじゃない。カッコつけなくてもいいわよ。なんか怖いわ。七子なら多分食堂よ。ダメだ、こいつらどう言っても無駄だ。もう一回話した。やだ、こいつらとは喋りたくない。頭が痛くなっていった。なんか女性ばっかりのところってのもなかなか痛いっていうか怖いな。じゃあ早速食堂に行ってみましょう。学生食堂。あ、これでもサクサクいけるからいいですね。おこれ食堂っていうかファミレスだな。いや、あ、マジでもう、あ、文章を読む前にちょっと言っちゃいましたけど、いやすげえなこれ。ほんとこんな学校、ほんとゲームみてえだな。あー、もう何回も言ってるけどこれゲームですよね。はい、もうまるでファミレスだな。もう何があっても驚かんぞ。っていうかマーシャルエイジってこれ実況自分今やってますけど、他やってる人いんのかな、どうなんだろう。まあいいや、楽しいから俺はもう、やっちゃおうこれ。なんか再生数がどうのこうのって言ってるけど、いやめちゃくちゃ楽しいんだけど俺。調べましょうまずね。女の子たちもう、ん、このメガネ子なんかなんだか俺と話がしたそうだな。全然怖がってないぜ。いやいいっすね。いや、メガネの子はね、あの、ブス島が苦手なのは、ピンクの髪でメガネかけてると、しかもこれでちょっとね、ちょっとおつむが弱そうな子だと、かなりイラッとくるんですよ。まあまあまあ、ちょっとメガネのこと話してみましょうか。美人というよりは、可愛いって言葉の方が似合う子だな。美人と可愛いは別物でございますのでね。はい。じゃあ、いいです、いいです。話していきましょう。さあ誰に聞こうかな。ああまだ調べなきゃいけないのこれ。メガネの子、美人と、ああ同じですねこれ。よいしょ、周りファミレスそのものだ。ウェイトレスまでいるぜ。いやウェイトレスさんもなんかいいっす。っていうか視線が全部こっちに向いてるのがなかなか恐怖ですね。これはこれで、まあそれだけ男性がね自分しかいないっていうあれですからね。あのウェイトレス、スカートすげえ短いな。かがんだら見えそうだぜ。悪い顔だな。いいな、主人公。いいっすね。もう。まあ、ブス島と同じこと考えてやがる。かがんだらダメですよ、もう。いやー、ほんとにこれ楽しいわ、やってて。まあ、この辺同じか。じゃあ、早速話をしてみましょうかね。さて、誰に聞こうかな。考えるだな。このメガネの女の子は話しやすそうだな。この子に聞いてみるか。いやーいいなーいいな、楽しいなー。っていうかね、めちゃくちゃ文章が読みやすい。あの今ちょっと別で撮ってるゲームがめんちゃくちゃ文字がこうね読みづらいんですよ。まあまあまあ
そのゲームが悪いってわけじゃないんですけど、ちょっとねブス島と相性がすごく悪いって感じなんですけど、まあまあまあその話はねまたそのうちしますっていうか、ゲームそのうちねもうプレイしてるかもしんないな、公開してるかもしんないですけど、まあそういうこともありますということで、はい。ねえ君、俺転校生の笠品って言うんだけど、ちょっと聞いていいかな。え、私水浦弥生。おお、水浦さんね、弥生ちゃんね、弥生って呼んでいいよ。先に言うけど、これでも高等部の3年だよ。え、年上なの？本当に？へえ、そうは見えないな。ちょっと年齢を言うのはあれですけど、あー、年上ですか。いい、うん、あ、こっちはこっちは可愛いね、アイコン。あ、傷ついた。あ、あー、傷ついた。な、気にしてるのに、ごめんごめん。めんごめんご。ね、冗談だよ、冗談。弥生ちゃんと話してみましょう。この食堂の中にも卓球部の主将の荒木奈々子っていう子がいるか分かるかな。ね、ちょっと待ってね、荒木さんはいないみたい。あれ、いないのか。さっきはいたからもう教室に戻ったんじゃないのかな。でも荒木さんに何の用？いや別に何でもないんだけどね。クラブのこと聞いてみましょう。今この学園残ってるクラブがどれだけあるか知ってたら教えてほしいんだけどな。知ってるよ。でもこの辺のクラブはほとんどなくなっちゃったから、あと残ってるのは弓道部とソフトボール部くらいだけど、一人で戦う気、どういうこと？相当強いよ。マサと一人じゃ勝てないよ。勝てないんじゃないか。勝つも勝たないも俺は何もしないよ。嘘ばっかり。君が学園側から頼まれてクラブを潰しに来たって裏じゃそんな話で持ちきりだよ。裏じゃもうそこまで知られているのか。早く行動を起こさないとまずいかな。それにしてもこの子いきなり俺を呼び捨てかよ。まあいいけど。ブス島はあれなんですよね、人の名前呼び捨てにできないんですよ。なんか、どういうわけか、なんかこうね、きっとなんかあるんでしょうね。なんかなんとかさんとかなんとかちゃんとねじゃないと呼べないんですよね、不思議と。弓道部聞いてみましょう。弓道部の師匠はどんな子？十文字舞子。中等部ね。この年齢のところ多分隠しますこれこの辺りちょっとねいろいろあるんで多分隠れてると思いますこれはやべえな。中等部の子が首相なのか。そうよ、だから高等部の人たちにはよく思ってないみたい。ちょっとね年齢のところは隠しますね、これは隠れてますね、もうね。でもそれだけ腕が立つわよ。それに彼女はもう一つ。何何？もう一つなんだ？すっごい男嫌いなの。何？そりゃもったいない。いや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 。いや、ここも隠しますわ。これ多分。やべえわ。バカ、何考えてんの？相手は、よ、ね、ここね。ここ隠さないとやばそうなんだよね。でも、なんだろう、隠します、しかし主人公悪いな顔。それで弓道部はどこにあるんだい？弓道部は弓道場に決まってるじゃない。校門を出たところの公園の向こう側にあるわ。ほうほうほう。ソフト部、ソフトボール部の主将はどんな子なのかな。野上幸恵。ああ、幸恵ちゃんですか。まあ、これは知ってるんですけど、どんなんか覚えてるんですけどね、ブス島も。私と同じ学年ね。ここは大丈夫か。でもどうなんだろう、年齢隠した方がいいんだろうか。もしかしたら隠れてます。これも彼女は優しいから自分から他のクラブに仕掛けることはしないけど相当強いって話よ。それクラブの場所は公園を通って少し行ったところにグラウンドがあるわ。部室はその向こう側よ。彼女のことで他に分かることは、そうね、最近サバイバルゲーム同好会の本田みどりって子が彼女に仕掛けたんだけど負けちゃったことぐらい。え、ソフトボールと弓道じゃねえな。え、ソフトボールとサバゲーの同好会どうやって戦うんだ分かんねえな。ちょっとみどり、その本田みどりって子はどこに行けば会える？わからないわ。彼女はまだ一人でも活動してるって話だし、まあ運が良ければ会えるんじゃない。いやー楽しいぞこれは。舞子ちゃんのことで他には
あとは別にないわね。さあクラブを潰すって言うけど、やっぱり殴り合ったりするの。だからそれはデマだって。それに俺は女の子は殴らないよ。紳士じゃねえか。じゃあどう説得する。悪い顔だな。また説得するんだよ、俺のやり方ねってもうこいつはもうどうしようもねえな。じゃあとりあえずまあキャンセルして、じゃあ移動してみますか。あ、喋ってる、まだ喋って考えるかな。裏じゃもうそこも知られてるのか。早く行動を起こさないとまずいな。それにしてもこの子いきなり俺を呼び捨てかよ。まあいいけどさ、話しましょう。まあ弥生ちゃんとね、その本田、同じか、これはソフト部かな。他に分かることはもうないわと。これも同じだろうな、もうないわと。じゃあこれでいいのかな、もう移動できるかな。あ、移動できますね。じゃあ教室戻りましょう。いやほんと美人とか可愛い子だらけで楽しいぞこれ。うん、お、またいますね、おにゃの子が。女生徒たち、よう、さっきはありがとう。先生に会った、怖い先生でしょ、厳しいのよ。まあそんな感じはしますね。うん、いやでもこのキャラクター一人とってもこの髪のね塗り方なんかもドットで描いてますけど、このね微妙な色の変化とかもうたまらなく素敵、もう素晴らしい。よし、ちょっと話そう話そう。ななこちゃんね。ななこちゃん知らない、もっと卓球部の。ななこなら教室よ。ほうほうほう。本田みどりって子知ってる？知ってるわ。でも今日は見てないな。来てるのかな。用務員でも聞けば、校門にいつもいるから来たら覚えてる。あーはずよ。そうそう、あの子目立つから。え、そんな目立つの。ナンパしてみよう。この学校の女の子って可愛い子ばっか。うん、そうだな。もう上手いんだから今度デートしようよ。え、本当？お、うふ、じゃあ約束よ。はい、ゲット。いやー、いや、この子たちともなんかできたっけな。いやいやいや、まあまあまあ、いやいや、普通に進めよう進めよう。もういい、考えて。よし、ななこちゃんは教室か。うん、緑目立つ。何のことなんでしょうね、本当にね。げ、あのバカな用務員から話を聞くのか。仕方がない、大立てで聞き出すか。もう悪いやつだな。移動しましょう。とりあえず教室です。どれ、卓球部のどんな子だ。おお、こんな感じですか。おお、なんだか私のことを探してたんだって。何のようなの。おお、いいっす、悪くねえな。楽しいな、おい。あのこれね、実際にあのよくほらゲームの実況するときってマスクしたりとかサングラスして顔出しねしてるような方もいらっしゃいますけど、俺これ顔出しできねえわ今。楽しい、もう顔がね気持ち悪いようににやけてますよ。いやー、これはこれ友達と一緒にはできねえな、これ。うん、クラブのことを聞きたいんだが、あなたに話すことはねえわ。なぜ話したくないんだ。これは私たちの問題なのよ。学園の手先に教えることなんてないわ。ほう、確かに学園長には頼まれましたけど、判断するのは俺だぜ。いやいやいや、あのな、隠密行動でそれは言っちゃいけない。知らぬ存ぜぬやな。あんたね、もうとっとっとしてはダメよそれ。うん、ダメだな。なら条件があるわ。条件。うん、条件ってなんだよ。学園の生徒としてお願いするわ。この学園の平和を取り戻してほしいのよ。俺は正義の味方じゃない。だけど女の子の頼みは断れないな。昔からこの学園ではクラブ同士で、ね、生徒会の座を奪い合っていたのよ。なぜなら生徒会の権力はかなりのものがあって、予算をはじめとしていろいろ有利なことが多いの。だから生徒会を牛耳ることはまさに学園一ってことなのよ。でも争いといっても部員集めや票集めがほとんどの、ほんの些細なものだった。あ、それだったらまあ平和でしたね。今みたいに他のクラブを妨害したりクラブ自体が潰れることなんてなかった。だからあなたには昔のように何の心配もせず自由にクラブ活動ができるように構想を止めてほしいのよ。なるほどね。こ、物騒だな。でもあれですね、昔ってその
学校じゃないですけど、学校同士でこうね、なんか構想じゃないですけど、そういうなんかテリトリーみたいなのがありましたね、そういえば。うん、それでお前の卓球部はどこの誰にやられたんだ。演劇部よ。え、演劇、卓球と演劇部、どういう風にやるんだろう、どういう風に戦うんだ。演劇部、うん、演劇部、うん、なんだ、演劇部部長、あ、演劇部部部長の柴田みどり子って子に勝負を挑まれて負けた。どんな勝負だよ。文献に負けたのか、騙されたのよ。彼女って結構卑怯な手を使うわ。気をつけた方がいいわよ。それからお腹を殴っちゃダメよ。あ、出ました、これがヒントなんですよ。 これで最終的にその戦闘で飛行とかついていくんですけど、これがねヒントになってくるんで、ちょっとねこれ覚えておきますよ。うん、なぜだ、私とやり合った時のダメージは残ってると思うから。やっぱり文系は鍛えてないから弱いわ。油断しなければ勝てたんだけど。あ、つまり腹を殴れということですね。覚えましたぞ、これは。ふーん、うん、役に立ってたかしら。 あ、十分だ。ちょっと聞きたいんだけど、もし説得できなくって戦いを挑まれたらどうするの。俺の技でさ、痛みを与えずに体力を奪う方法があるんだけど、その場合体が弱ってるところから奪うことにも、あ、奪うのが最も効果的なんだ。あと体の状態を自由にコントロールする、おっと出ましたね、こともできるしね。女の子相手にはぴったりの 技だろう。そうね、それを聞いて安心したわ。私もできるだけ暴力を振るってほしくないから。いや、暴力はダメですよ。うん、暴力はいかん。もうでもこいつのやることは暴力以上に下水からな。今残ってる車がどれくらいあるか知らないか、わからないけど調べてみるわ。あ、協力者になりそうですね、これは。ソフトボール部と弓道部について知っていることはある？何でもいいんだ。ごめんなさい、わからないわ。あ、でも後ろの子なら知ってるはずよ、弓道部だから。ほうほう、どれ、じゃあちょっと後ろの子に聞いてみよう。女生徒たち、この中で弓道部の子は誰かな。私だけど。あ、これが、うん、部長の十文字舞子について聞きたいんだけど。おお、十文字の、すげえ名字だな。私あいつのこと嫌いなのよね。ほうほう、年下のくせに生意気だし、ただただちょっと上手いからって私たちを差し置いて首相なんで。で、何が聞きたいの。彼女最近怪我とかしてない？体に悪いところがあるとか。うん、そうね、右手を痛めてるんじゃない。ああ、来ました、右手ですね。あいつこの間から少し引きが甘いって言ってたから。ほう、そんなこと教えちゃっていいの。いいのよ、一度痛い目合えばいいわ。いや、女って怖えな怖いけどやっぱり女性はいいですね。うん、ああ、同じですね。まあ同じなんで、これはあれですけど、よし、これでいいのかな。考えると、十文字って子はあまり上級生によくは思われていないようだ。しかし悪い顔またしてんな。これで楽に戦えるぜ。体力を奪った後は特約役得役得って、こいつとんでもねえやつだな。あ、まだ喋ってる途中か。うん、どれどれ、まだ調べたりとか。7個、結構真面目そうな子だ。確かにね、ななこちゃんと例の3人組がいる。うん、話す。ななこ、じゃあよろしくね。うん、この中、あ、同じですね、これはね。まあ同じことは何回聞いてもしょうがないので、よいしょよいしょ、これでよし、これで移動でいいのかな。あ、移動できますね。校門ですね。読むんか今度は。あ、いましたね。じゃあこいつの話を聞いてみましょう。はい、ということでですね、校門までやってまいりました。でですね、大変残念なんですが、楽しくて乗ってきたんですけど、時間が時間となってしまいましたので、ちょっとまたここで一回動画切らせていただきたいと思います。いや、今後の展開楽しみだし、いや、あのね、あのピーとかね、こうちょっと一部文字が隠してあるかもしれないですけど、ここは察してください。ちょっとね、あれなので。はい、まあさすが1992年の作品ということだけあってね、大変ブス島楽しんでおります。はい、それでは一旦失礼させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録
コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。